今回はですね、栃木県は那須塩原駅の前にやってきました。いやーもうね、東京から在来線を乗り継いで約3時間、途中寝過ごしてしまってね、4時間近くかかってしまいました。まあそれはね、自分のせいなんですけど、旅はこれで終わりじゃないんですね。ここ那須塩原駅から路線バスに乗って山奥へ向かいます。そうです、山の中の秘境、秘湯、温泉旅館に行きたいと思います。さあ目指すは那須塩原駅から北へ約30キロ、栃木県と福島県の県境に近い北温泉旅館。そこはまさに山の中のポツンと一軒宿。那須塩原駅からは数少ない本数の路線バスで向かいます。乗車したのは12時40分、那須ロープウェイ行き。期待が高まります。さあ乗車したバスは定刻通り出発すると、山の中へ向けて快調に走ります。逃げてきたのは那須湯本温泉。大抵のお客さんはここで下車するんですが、僕はまだまだ乗車します。バスが進むにつれて耳が詰まったあの感じ、標高が高くなってきた証拠です。さあ下車するバス停が近づいてきました。そこは大丸温泉。霧に包まれ、まるで天空の世界が待っていました。着いた。大丸温泉というところにね、着きました。那須塩原駅からね、そうですね、まあ大体1時間ぐらいは走ったんじゃないですかね。やっと着いたって感じなんですけど、まだ旅はこれで終わりじゃない。こっから目当ての旅館に向けて徒歩で向かいます。すごいよ。そうです、一寸先は霧、何も見えません。やっぱりさ、下界の町と違って山は天気が違うね。もう霧がすごくて全然何も見えないよ、景色が。なんかね、山の上の綺麗な景色を想像して楽しみにしてきたんだけど、すごい日に来ちゃったもんだねこれね。あ、ここがね、ほら、大丸温泉っていうぐらいだから大丸温泉街だと思うんですけど、まだね何軒か温泉はあるんだけども、もうこのようにね、廃墟な温泉旅館もありますな。なんかバブル期の遺産なんて言われてたりするらしいんでね、このようにもう亡くなっちゃった営業を終えた温泉旅館がちょっとこのバス停の前にありますね。寂しいですね。いやほんとすごいな、まだ9月の上旬だっていうのにすんげー寒いんだけど、肌寒いっていうか、いやーすごい、山の天気はすごい。まあ今ね、雨はまあ体に感じるか感じないかぐらいのね、霧雨というかね、もう雨までつかない霧がね、この山全体を覆ってるって感じなんだけども、もうちょっとね雨が強くなってきたらね、ちょっとね今日はウィンドブレーカー持ってきてるんでね、それを着たいと思いますね。出番がなければいいんだけどね。目当ての温泉、北温泉へ。何メーターだ、1170メーター、看板が出てきましたね。さあ残り1キロちょっと、まだまだ歩きます。それにしても歩いてる人はいないね。車もほとんど走ってないしね、熊とか出なきゃいいけどね。関東も熊いますからね。東京も奥多摩とか行くとね、熊いるみたいですからね。なんだか川のせせらぎの音がしてきたね。川が流れてるっぽいね、この下にね。橋が見えた、橋が。ラト橋ね、ラト橋っていう橋みたい。一文字抜けてます、白戸橋です。疲れてんでしょうか。
せせらぎって感じですね。看板が出てきましたよ、看板が。北温泉旅館400メートル。ここ降りていくんだね。まだ午後の2時過ぎぐらいなんだけどね、もう照明もついちゃって、なかなかいい雰囲気ですな。山の中の温泉って感じでね、遠くから来たなって感じがしますよ。そしてこの緑の匂い、いいじゃないですか。雨に濡れてね、また匂いがより一層とね、こうね、ぐわっとね、鼻につく感じがしますよ。さあ、バス停からどんくらいかな、30分ぐらいですね。30分ぐらい歩いて、そろそろ目当ての温泉旅館が近づいてきたけど、あれかな、あれだな。おー、来ました来ました、ついに秘境の秘湯。お、そしてこれはすごい、まるでプールっていうか、これね、温泉プールだね。すごいね。さあ、今回目当ての旅館がいよいよ見えてきました。早速チェックインしよう。ということで、やってきたのは北温泉旅館。創業は江戸時代の安政5年、およそ160年前に建築した伝統ある建物が残っているんです。さあ、建物の中に入ると昔へタイムスリップ。家具や調度品、照明、そして木造の建物がまるで過去の時代へやってきたかのような感覚に陥るんです。さて、お部屋は江戸安政の建物と増築した明治時代、昭和時代の部屋があるんです。しかし、そこはやっぱり江戸安政時代のお部屋を選ぶでしょう。ということで、いざ入室。期待に胸が高まります。さあ、これが江戸安政時代のお部屋。広さは約 7.5 畳。すごい、ここがね、江戸安政の時代のお部屋ですよ。そしてね、ちょっとね、特徴的なものがね、まあ、ちょっといくつかあるんですけれども、まあ、まずね、このね、天井だと思うんですよ。この天井がね、とっても低い。見て、この私の頭がここで、もう天井がここ。すごいでしょ。ね、昔の建物は天井低いですからね。そしてね、まあ、この部屋の中央に出っ張った梁。ね、この梁も特徴的。こっちにも梁が突き出ているという。ここは江戸の建物ですからね。江戸の建物。すごいですよ。まあ、このように冷蔵庫もあります。ね。そして、この部屋に似合わない薄型の液晶テレビ。でもこのテレビはコイン式と100円です。多分1時間でしょう。畳の部屋に小さな机が一つ。昔昔の温泉旅館って感じで、とてもとてもたまらないです。さあ、ちょっと外の景色を見てみよう。で、これ外がですね、ちょっと窓開けちゃおうかな。いいね、外は川のせせらぎが聞こえます。すごい、いやー、すごい、本当にすごい。もうね、宿のご主人のね、説明で、お腹いっぱいっていうかね、本当に丁寧に説明してくれる、ね、いいご主人ですよ。いやー、もうね、まだ温泉入るまでね、もうここね、気に入っちゃいました。とは言っても、やっぱり温泉入らないと。ここ北温泉は女性限定風呂を除くと、全部で6つのお湯を楽しむことができるんです。さあ、まず向かったのは江戸安政の建物から一番近いお湯へ。そこで見たのは圧倒的な存在感でした。どうですか、この迫力ある巨大な天狗の顔。それは奈良大久喜台、大天狗が日光山より出羽の国に行く途中に発見したお湯と言われているんです。天狗に見られながら入るお湯、初めての経験です。
お湯に浸かって上を見上げると天狗の花の迫力、いやーすごい、すごいとこに来ちゃったもんだ。すごいのはこのね、豊富な湯量だと思うんですよ。そう、湯量が一番多いのは山側にあるここ天狗の湯。豊富なお湯は溢れるほどの勢いでジャバジャバと河原の方へ、そして建物の中へと流れているんです。さあ、そんな豊富な湯量の温泉、なんと飲むことができるんです。ということで早速いただいてみます。その味はなんと甘い味、ちょっと甘い、迫力ある天狗に似合わない味って言ったら失礼か。とっても美味しいお湯でした。ごちそうさまです。さて、天狗の湯の建物から外へ出ると2つのお湯を楽しめます。まずは打たせ湯、ここもお湯の量半端ないんです。打たせ湯って心地よいもんだと思ってたんですけど、ここの打たせ湯湯量が半端ないんで痛いぐらいでした。さて、続いては宿泊者専用の家族風呂。こじんまりとしたお風呂なんですが、ここも山側、お湯の量は半端なく源泉かけ流し、どこに入っても源泉かけ流しです。お、結構深い。お、これは結構厚めだぞ。42度ぐらいあるかもしれないね。あ、でもお湯に慣れたからちょうどいいかもしれない。すげえな、このお湯に浸かんないとわからない。これはこっから見る景色がすごい。いいわこれ。家族風呂なんで鍵をかけて入ることができるんですけど、利用客はほとんどおらず、まあ僕一人なんでね、開放的に楽しみました。なんかこの天狗の湯と歌って湯と家族風呂入って、で、まあ、ここに来て気づいたんだけど、なんかね、神社っぽいのがあるんだよ。お参りしておきましょう。ということで人生初の全裸で参拝。これ決してふざけているわけじゃなく、岸母神なんです。この岸母神へお参りして天狗の湯に浸かると、お宝に恵まれると言い伝えられています。なので天狗の湯には子宝を願うエマが。なるほどなるほど、岸母神に天狗で子宝。なるほどなるほど。さて、天狗の湯を後にすると迷路のような館内を歩きます。するとまたしても神様を発見しました。温泉神社へ向かいます。いやすごいね、何から何まですごいんだけど、せっかくだからここまでちょっと行ってみないとね。ご挨拶しないと。狭くて滑りやすい急な階段、石段を登ります。お、危ね。さあ、登った先には温泉神社、お参りしていきます。気持ちいい。全然長湯してないんだけどね、もう体がポカポカだけど、こう外に出るとね、涼しい山の空気って感じでね、これぞ外気浴。源泉かけ流しのお湯に浸かった後は緑のシャワーで外気浴、贅沢です。さあ、今度は山側から川側へ移動します。露天風呂河原の湯。さあ、扉を開けると清々しい世界が待っていました。これはね、いいじゃないですか。もう目の前が川。そうです、
開放的な露天風呂の目の前は那須郡を流れる与笹川。朝日岳が源の綺麗な川なんです。浸かると聞こえる川のせせらぎ、そして流れるお湯の音、そこに降り続く雨音、水の音に癒されました。さあ続いては屋外にある巨大な温泉プール。山側で湧いている豊富な湯量の温泉、これは土地の傾斜を利用してずっと下ってこの温泉プールに流れ込んでいます。夢中になりすぎて頭ぶつけた。痛い。で、さてこの温泉プール子供用ですよね。滑り台があったんで大人も滑ってみます。何これ、大人はねやんなくていいかも。なんだこれ。プールのそばには内風呂があるらしいんで、ちょっとその内風呂でねちょっと体を温めていきましょう。さあ温泉プールの横にある愛の湯、この愛の湯、温泉プールに入るための着替え所も兼ねているんですね。さあそんな愛の湯、こじんまりとしたお風呂ですが雰囲気は悪くないです。さあ天狗湯から始まって湯めぐり湯治体験、これで全部いただきました。ごちそうさまです。以前は食事を提供する、まあ、食事どころもあったみたいなんですけど、今は完全自炊の湯治場になっています。ということでね、僕も自宅から食材を持ってきたんでね、今から作ってみたいと思います。用意したのは豚バラ肉、そして白菜やネギなどの野菜、さらに舞茸と豆腐、味付けは味噌と豆板醤、そして砂糖とバター。うまくできるかな。さらにここに来る途中、乗り換えで立ち寄った宇都宮駅で買った駅弁。宇都宮は駅弁発祥の地ですからね。これは楽しみ、レンジで温めて食べたいと思います。さあそろそろ自炊の料理が完成したようです。食べるトミー特製豚バラのホイル煮込み。さあ食事はこれまた雰囲気がある図書室でいただきます。一日の疲れ、そしてこの北温泉に出会えたことに感謝。乾杯です。
温泉に浸かって揚げ膳すえ膳の料理もいいけど、自分で作った自炊飯、これは愛着が湧きます。そんな自炊飯、豚バラのホイル煮込み、豆板醤が効いてとってもうまい。そして宇都宮の駅弁、宇都宮の駅弁といえば一国のし踊り弁当。その見た目は鮮やか、そして鶏の照り焼きをはじめ鶏つながり、鶏だらけの弁当なんです。この一国のし踊り弁当、製造販売は明治26年創業の松の家。明治時代から続くお弁当を江戸時代から続く旅館でいただく、これは何とも言えないわびさびの世界だと思うんです。さてその味は全体的に甘めの味、この煮卵も絶妙な味なんです。そんな駅弁を食べながら自炊飯に戻る、そして缶ビールで喉を潤す、いやー最高な一日です。徳馬、はい、というわけで食事を終えた後、夜の温泉楽しみました。また昼と夜と全然違う景色、2つの景色があるんでね、飽きないですね。それでね、この北温泉、一歩外に出ると居酒屋はない、コンビニもない、あるのは山と川だけ、そう、自然しかないんですね。なのでね、ゆっくりと温泉でも部屋でも、この後ろで流れている川のせせらぎの音を聞いて過ごすというね、贅沢な時間を過ごしています。もうね、部屋で YouTube 見たりアマプラ見たり、そういうことしちゃいけません。音楽聞いちゃいけません。しかしこの北温泉、突然の訪問者が現れます。猫が入ってきたんだよ、すごいよそうです、突然の訪問者は北温泉で飼っている猫のまるちゃん。とっても人懐っこく部屋に入ってきちゃったんです。実はもう一匹ももちゃんがいるんですが、ももちゃんちょっと控えめな性格、ずっとロビーの前にいました。いやー、温泉に続いて猫にも癒されました。今の時刻は10時半を回ったとこなんですけども、もうね、今日は温泉入りまくったんでぐったりしてるんでね、ちょっと早いですけど寝たいと思います。おやすみなさい。朝食食べたいと思います。ただね、朝から自炊はちょっとね辛いんで、もう昨日下界で買ってきたコンビニのパン、それから自宅から持ってきたバナナ、そしてコーヒー入れたんでね、簡単な朝食取りたいと思います。いただきます。さあ、江戸安政時代のお部屋とも、これでお別れの時間です。チェックアウトの時間が来ました。名残惜しい。
カバンのせせらぎ聞きながら窓ちょっと開けて、うん、気持ちよかった。猫ちゃん癒されました。猫好きなんで。いやー、よかったです、お風呂も、うん、ありがとうございました。とてもとても良かった。こんなね、山奥の湯治場で、温泉巡り、湯巡りできるとはね、思わなかった。そしてね、治水ってとこもいいよね。なんか湯治場に来てるって感じがしてね、本当に良かった。ちょっとね、もう一泊ぐらいしたいんだけど、なんだろう、名残惜しいぐらいがちょうどいいよね。なんかまた来たくなるっていうかね、うん、いや、空気も綺麗で美味しいし、よかった。本当に楽しかった。さあ、今回の振り返りです。北温泉旅館、大人一泊の料金は5900円でした。天狗の湯は日帰り客は男性しか入れません。夕方5時半以降は宿泊者のみの入浴で混浴となります。ちなみに脱衣所は分かれていました。巨大な温泉プールは水着の着用でお願いをされました。さて、館内はまるで迷路。各浴場にはロビーを通過する作りになっています。探検気分も楽しかったですよ。さて、旅館の近くには駒止めの滝がありました。しかし、あいにくの天気で何にも見えませんでした。唯一これが心残りだったかな。